ちょうど20年前、日本中が一つの事件に釘付けとなった連合赤軍浅間山荘事件。いつ終わるとも知れない救出作戦の行方に日本中が固唾を飲んで見守った。そしてもう一つの事件が発覚した、連合赤軍リンチ殺人事件である。一体彼らは何を夢見、何を求めて戦ったのだろうか。何が彼らを狂わせたのだろう。事件から20年、彼らの沈黙を破ってみたいと考えた。1960年代後半、若者たちは体制への不満やベトナム戦争への反対を掲げ、国家にその怒りをぶつけていった。変革を信じ、火炎瓶と下馬棒を手にジェラルミンの盾にぶつかっていった。だがこの学生運動は70年を境に下火となり、一部の活動家だけが過激な運動を展開していくことになる。過激派と呼ばれるグループによる武装闘争や爆弾テロ事件である。その中で最も先鋭的と呼ばれた2つの革命集団があった、赤軍派と京浜安保共闘である。浅間山荘事件は、過激派組織革命左派の最高幹部川島剛に逮捕状が出たところから始まった。当時革命左派は共産主義社会の確立を目指し、アメリカを敵として火炎瓶やダイナマイトで米軍基地などに攻撃を仕掛けていた。首謀者である川島の行方を追う警察は、その妻を四六時中張り込んだ。そして1969年12月8日、川島が姿を現した。来た、川島だ。川島だな。革命左派最高幹部のあっけない逮捕。指名手配犯川島を確保、最寄りの交番まで連行する。川島逮捕により、過激派組織革命左派のリーダーが不在に。1970年9月、革命左派の幹部が集まり、組織の最高指導者を決める選挙が行われた。永田博子、当時25歳、1945年東京お茶の水で誕生。大学在学中に学生運動にのめり込み、川島剛のいる過激派グループに参加。そして新リーダー永田の下で、まずは獄中にいる川島剛を奪還する計画が練られた。その具体的な作戦は、いっそ川島さんが横浜地裁へ出廷するときに直接身柄を奪還してはどうだろう。そしたら銃が必要ね。永田たちが目をつけたのは栃木県真岡市。電報、電報です。深夜、商店街に電報の声が響いた。何事だろう。ちょっと待ってしろ。大丈夫か、家族やれ。包丁などで武装した覆面集団は、永田の指示を受けた革命左派のメンバー6人。おとなしくしろ。はい、死にせろ。彼らは奥で寝ていた妻と子供たちまで縛り上げた。その目的は、リーダー川島を奪還するときに使う銃の強奪。一般市民から物を奪うことは本来革命の精神に反するはずだが。よし、詰めろ。そっちの弾を。はい、分かった、詰めるぞ。銃砲店は警察と結託しているという幼稚な理屈で自分たちを正当化した。猟銃11丁、銃弾は詰め込めるだけ詰め込んだ。実際のニュース映像も残っていた。
現場となったのは薬局も兼ねた小さな銃砲店。受講犯たちは何度も下見に訪れていたという。永田と坂口は群馬県館林市のアジトでニュースを待っていた。今日午前1時ごろ、真岡市の鉄砲店から銃が強奪されました。ついにあったな。あったわ。よっしゃ、これで川島さんを奪還できるわ。だが1台の車が検問を突破し商店に衝突。2人組の男が車から走り去りましたが、その後警察犬による捜索で発見、逮捕されました。連行される実際の映像がある。実行犯2人は逮捕されたが、まだ強奪した銃が過激派組織の手にある。警察は大規模な捜査網を敷き、犯人の行方を追った。逮捕者は出したが、銃の強奪に成功した過激派組織革命左派のメンバーたち。おかえりなさい。よくやったわね。銃を見せて。おう。川島奪還作戦へ向け大きな成果を上げたかに見えたが、銃を隠してるアジトは逮捕された小森が手配した部屋だからすぐに足がつくし、ここも危ないな。うん、急いでアジトを移動する必要があるわね。ああ。銃を奪ったことで永田は警察から追われる身となってしまった。実はこの銃こそ後に浅間山荘銃撃戦で使用される銃だった。事件から警察はすぐに現場となった栃木県真岡市を中心に聞き込みや検問などの捜査を続けていた。しかし永田たちは捜査の網が及ぶ前に銃をリュックに詰め群馬を離れていた。逃亡先は新潟長岡のアジト。まもなく警察は栃木県真岡市からおよそ30キロ南西にある栃木県小山のアジトを発見。さらに群馬県館林のアジトには印刷機を置いたまま逃走した形跡が。そして群馬県太田のアジトにも捜査の手が及んだ。この時はまだ銃砲店襲撃事件の首謀者が誰なのか分からなかった。捜査員たちは懸命に犯人につながる証拠を探していた。このままでは自分たちが逮捕されるのは時間の問題。リーダーの永田は決断した。本州を離れ北海道へ行くことに。すぐにここにも警察が来るわ。急いで。詰められるものは全部詰めろ。これそっちでダメ。これも入れて。実はこの時永田たちはまだ指名手配されていなかった。それを逆手に取り大胆にも電車で逃亡すると決めた。気をつけて。スキー客になりすまし二人一組で移動。現地で、遠く離れた北海道までは捜査の手が伸びてこないはずだと永田は考えていたという。真冬の北海道での潜伏生活が始まった。札幌のアジトは隙間風が入る長屋風のボロアパート。夜は氷点下20度まで気温が下がり、スキーウェアを着たまま石油ストーブを囲み震えながら過ごした。朝起きるとストーブのすすで顔が真っ黒になっていることも。全ては革命のため。
その信念だけが永田を支えていた。銃砲店襲撃からおよそ2週間、全国に指名手配され、顔写真が公開された。永田たちは身動きが取れず、川島奪還どころではなかった。潜伏生活は2ヶ月に及ぼうとしていた。銃を手にしたが何もできない。そんな状況で永田に銃を軸とする暴力革命、それは獄中からの指示だった。当時の組織の機関紙を見てみると、ゲリラ闘争を開始と、組織がますます過激な方向に進んでいく様子がうかがえる。暴力革命の目的は敵の殲滅である。小規模なゲリラから始めて大きな革命戦争に発展させる。銃を手にして革命戦争の本当の目的がやっと分かったわ。1971年5月、永田たちは北海道を脱出。移動した先は奥多摩。東京と山梨の境にある雲取山。その麓、小袖に山岳ベースを構えた。キャンプ場の廃屋となったバンガローが新たなアジト。永田はそこに自分たちのメンバーを呼び寄せた。おお、すげえとこだな。参加メンバーには幹部、田中の妻、智代など女性も多くいた。この人里離れた山中で軍事訓練を積み、暴力革命の準備を始めようとした。銃砲店で強奪した銃で射撃訓練も実施。革命の手段として銃による殲滅戦が計画されていた。日本を貧富の差のない平等な国家にしたいという思いを、若者たちは暴力革命という間違った方法で成し遂げようとしていた。浅間山荘事件まであと9ヶ月。過酷な山での生活はすぐに破綻した。山岳ベース設置からわずか1ヶ月、最初の脱走者が出た。小説を書きたいと山を降りた二十歳の向井。さらに1ヶ月後。様子見てくるから待ってろ。分かった。交番襲撃計画の調査中、2人目の脱走者が、東京の彼氏と生活がしたいと言っていた21歳の早川。永田は2人を連れ戻して再教育しようとしたという。その後、警察への発覚を恐れ、山梨の塩山、神奈川の丹沢など、革命左派のメンバーは山岳ベースを1ヶ月に1度のペースで移動することを余儀なくされた。その永田に共闘を持ちかける男がいた。過激派組織赤軍派のリーダー森常夫。赤軍派は淀号ハイジャック事件を起こし、田宮高丸など主な幹部は北朝鮮へ逃亡。その後、銀行や郵便局などを襲い、活動資金を調達する
マフィア作戦と呼ばれる強奪事件を起こしていた。赤軍派の最高幹部森恒雄は永田が持つ銃器を喉から手が出るほど欲しがっていた。一方、永田の狙いは森の資金力。森と永田、互いの利害は一致していた。山岳ベースでの射撃訓練は順調なんか？みんな腕を上げているが、ちょっと問題が。何かあったんか？実はメンバーが二人脱走してしまって。森の目つきが変わった。そら大事や。永田さん、スパイや離脱者は処刑すべきではないんか？我々も迷ってる。うちで同じ問題が起きたらやるで。いややるべきなんや。革命成功のため、やはり処刑は正しく必要なことなんだ。森の発言を信じた永田、それが歴史的な惨劇の引き金となる。永田たちは脱走者早川を呼び出し、睡眠薬入りの酒を飲ませ暴行。最後は首を絞めて殺害した。そして脱走者向井も同じく睡眠薬入りの酒を飲ませる予定だった。だが彼は警戒して酒を飲もうとしない。そこで男性メンバー3人が乗り込み、タオルで首を絞め、二人の遺体は千葉県印旛沼のほとりに人知れず埋められた。仲間を殺すという一線を越えたことで、もはや後戻りできなくなった永田博。そして残虐な事件はますますエスカレートしていく。浅間山荘事件まであと6ヶ月。永田が逃亡者2人を処刑したらしい。ほんまにやったんか？もはやあいつらは革命家ではない。実は森が処刑すべきと言ったのは本心からではなかった。自分を大きく見せ、永田より優位に立とうとするハッタリに過ぎなかった。この後、何も知らない革命左派永田は赤軍派森と共闘することを決定。新しい組織の名は連合赤軍。だが同じ組織になったとはいえ、森は永田たちを同志とは認めてなかった。ようやく永田グループをオルグできるぞ。オルグとは勧誘という意味。森は永田の部下と彼らの持つ武器を支配しようとしていた。森たちの拠点は山梨県荒倉。南アルプスの山中に山岳ベースを設けた。1971年12月、この地で共同軍事訓練が行われることになった。永田たちは道中一泊し、翌日到着する予定になっていた。そこへ。応答願います。どうぞ。こちらベース、どうぞ。永田グループの同志が水を持ってきていないので、朝早く水筒と食料を持ってきてください。どうぞ。了解。森は早速
永田批判を思いついた。みんな、この訓練で我々が主導権を握り優位に立たないか。そこで橋本、はい、狭い山岳ベースで主導権争いが始まった。永田グループ間もなく到着します。了解。ようやく荒倉ベースに到着。だが歓迎ムードはなく不穏な空気が漂う。なんで水筒持ってこんかったんや。山が深いってあれだけ言うだろ。ちょっと甘すぎるんとちゃうか。永田は主導権を握ろうとする森の魂胆を見抜いた。だがここは自分たちの落ち度を認めるしかなかった。水筒を持ってこなかったことを自己批判します。まあ素人やからしゃあないの。森の姑息な手に永田も黙ってはいなかった。ただ戦いの場にいつも水筒があるとは限らないし、水などなくても精神力で乗り切る訓練も必要だと思う。それを無視して批判するのは正しいとは言えない。まあええわ。共闘とは言うものの、実際は幹部の森と永田の間でこうした争いが起きていたという。君たちに銃の要請をする。我々は全員革命戦士としてやっていけるし、銃による殲滅戦を戦い抜く決意がある。永田は水筒で攻められたことの反撃を開始。そうは言えないんじゃないかしら。だったら恩義さんはどうして山に来てまで化粧して指輪までしているの。永田のターゲットになったのは森の配下にいた女性メンバー大西だった。あれで革命戦士としてやっていけるの。女のことには気づかんかった。気づかなかったと許されないわ。銃は我々連合赤軍の共有財産にしようと思っているけど、今は保留にさせてもらうわ。分かった。銃を簡単に渡すことはできない。自分たちはあくまで対等であるという思いを森に示したつもりだったが、翌日永田は考えが甘かったことを思い知らされる。大西は指輪を外していなかった。大西さん、どうして指輪をしているの。森さんから取るように言われたんじゃないの。何のこと。森は永田の意見を無視して大西に指輪のことを注意していなかった。あなたたちが大西さんへの批判を受け入れないのならこの銃は渡さないし、連合赤軍としてももうやっていけない。分かった。我々は大西への批判を受け入れる。私が責任を持って大西を総括させる。総括とは一体何を意味するのか。でそれは今日あったことをもう一度振り返って、あの反省してどういう成果があったか確認をして、でここはこうした方がいいよと、そういうことをあの討論する。それが総括という意味ですね。だが
またしても森は永田に対して大きく出てしまう。我々は大西が総括できるまで山を下ろせん。もし総括できひんまま山を下りようとするもんは殺すと約束する。いきなし、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 いきなし。総括が死へのキーワードとなる。浅間山荘事件まであと2ヶ月。永田たちは一足先に榛名山にベースを移した。そして12月20日森たちも到着。榛名山の山中に潰れた温泉宿の資材を使い小屋を建てたという。森と永田、2つの組織のメンバーが集まり榛名山の山岳ベースで共同生活を始めた。中には3人兄弟の姿も。左手は構える反応する。一番下はまだ16歳の高校生だった。やってみろ。さらに若い女性の姿も。メンバーの鈴木茂雄は妻恵子と生まれたばかりの赤ん坊を連れて山に入ってきた。永田さん、妻や子と一緒に山へ戦っていきたいと思って連れてきた。赤ちゃんまで来て山岳根拠地論を実践できるようになったわね。鈴木さんたちを歓迎する。近くも望月さんも出産するし。田中浩二の妻望月智恵は妊娠6ヶ月だった。山で子供を産み育てていくということができるようになるはずだ。山で生まれた子供を革命戦士に育てるという彼らの身勝手な理想が実践されぬまま山岳ベースは地獄に変わっていく。浅間山荘事件まで54日。12月27日未明。森、坂口ら幹部が三兄弟の一番上の兄佐々木博士を殴っていた。やめて、私は嫌だったの。みんな隙を見せたお前にも落ち度がある。ほら、殴って。ほら、総括は暴力へと変質。森の理屈は狂気じみていた。おっと、みんなその格好をさせるために殴る。殴ることは指導である。気絶させる。気絶から目覚めた時、まる変わって共産主義が受け入れるはずである。あんたたちも自分のために自分のために殴るな。それが援助になるの。頑張れ。援助だと言って未成年の弟たちに兄を殴らせる異常な行為だが、これは悪夢の始まりに過ぎなかった。いや、お前も殴れ。お前はいつも俺のことをバカにしやがって。どうかしろ。お前は援助で殴らんと。お前
的な恨みから殴ったの。総括しろ。総括しろ。飛ばしりを食い総括することになった西尾。彼が総括による最初の犠牲者となる。集団暴行を受けた後、3日間の絶食の末死亡。西、おい西、西が死んでる。本当なの？西の死は総括できなかった政治的な死であり、敗北死である。命をかけて共産主義を勝ち取っていかなければならない。佐々木と川野に敗北死をさせないように必ず総括させよう。逃げ出す。総括はエスカレート。森に毛嫌いされ総括、内臓破裂で死亡。渡辺隆、佐々木宏と起訴したとされ総括、川野義江。その佐々木は三兄弟の一番上の兄、二人の弟を残し死亡。永田に指輪と化粧を指摘された大西百合子、顔は目も当てられないほど殴られたという。精神的に絶望、死のうとしていると薪で殴られた戸高一郎。川野義江の遺体を他のメンバーに殴らせたり、総括中の女性に股を開けと暴言、幹部の酒井和也。酒井の総括の時、後ろでうろうろしていたと森に突っ込まれ、アイスピックやナイフで胸を刺された橋本照和。浅間山荘事件まで29日。1972年1月21日、連合赤軍はベースを火葬山へ移す。火葬山アジトの実際の映像が残っている。トタンで覆っただけの粗末な小屋、ここでも死の総括は続いた。極寒の床下に縛られ亡くなった者も。運転ミスで総括、最後に娘の名を叫んだ鈴木茂雄、妻と子を残し死亡。活動資金で美容室へ行き総括させられた正田和代。森に取り入ろうとしたなど、お腹に8ヶ月の子供がいたにもかかわらず殴打された望月友代。1971年の大晦日に一人目の犠牲者が出てからおよそ1ヶ月で11人が殺された。1972年2月4日総括を受けていたのは京都大学法学部田代総二郎。その理由は、カンパ集めがうまくいかず資金が集まらない中銭湯に入った、そんなことだった。
暴行の末、氷点下の中、屋外で正座させられ、手足は重度の凍傷に。さらに逆エビ型に縛り上げるなど、容赦ない総括を受けた。しばらく留守にするから、アジトのことは頼んだわよ。大丈夫だ。永田と森は2人で活動資金を得るためベースを離れ東京に向かった。浅間山荘事件まであと15日。張り詰めていた緊張が解け、初めてほっとした空気が流れた。総括を受けなくていいという安堵感と、脱走するなら今しかないという考えが生まれた。ちょっと水汲んでてくる。夫を総括で殺された鈴木恵子は赤ちゃんを残したまま脱走。さらに春田さんアジトを燃やした帰りに前沢虎吉が脱走。本人の心境は、結局ね、脱走して組織から逃げ切るということも何も考えないで、いわばもうどうでもいいやみたいなところがあって、俺の生きてる目的の喪失感みたいな。だからまあそんなに無理しないで家へ帰っちゃったんですよ、うん、そして赤ちゃんの世話係だった小峰も脱走。誰もが決死の覚悟だった。すぐに永田のもとに情報が届いた。え、3人も？誰かが警察に駆け込めば、ここに機動隊が乗り込んでくる。急いで妙義山の洞窟に移動する。分かった。すぐに出発するぞ。急げ。おい、警察隊が来たら戦う意思があるか？ある。よし、届いてやれ。坂口は田代を解放し銃を持たせた。頑張れ。よし、よし、みんな行くぞ。浅間山荘事件まであと11日。次なるベースは花椒山からおよそ80キロ離れた妙義山。日本三大奇形の山の一つ、山頂が鋭く切り立つ。ここのアジトは小屋ではなく単なる洞窟。真冬は氷点下まで冷え込む。もはや革命とは程遠い逃亡生活。そしてさらなる悲劇が。総括しろだって。畜生、何が総括だ。暴力総括で12人目の犠牲者。田代。浅間山荘事件まであと7日。この頃警察は栃木県真岡市の銃砲店襲撃事件から1年が経つのを前に、
大規模捜査を開始。実際の映像がある。盗まれた銃で被害者が出る前に永田たちを逮捕しようとローラー作戦。当時町の至る所に指名手配のポスターが貼られていた。1972年2月17日、永田と森が妙義山に到着。だがベースには衣服やトランシーバーが散乱していた。みんな慌てて移動したみたいね。ヘリだ。妙義山にいる永田たちを追い詰める実際の映像がある。この前の日、付近で車にこもった連合赤軍メンバー2名が逮捕された。警察は近くに他のメンバーも潜伏していると睨み、妙義山一帯を空と地上から大捜索。永田と森はその包囲網にかかった。もう逃げられないわね。戦いましょう。もう生きてみんなに会えへんの。何言ってんのよ。とにかく殲滅戦を全力で戦うしかないでしょう。あれだけ訓練した銃を使うこともなく、ナイフ一本で機動隊に突入。世間を騒がせた連合赤軍の最高幹部森と永田はあっけなく取り押さえられた。永田だ。この時の実際の映像がある。連合赤軍最高幹部森常夫、当時27歳、永田博子、当時27歳。彼らが目指した革命も銃による殲滅戦も夢物語に終わった。革命で英雄になろうとした二人は犯罪者として歴史に名を残すことになった。そしてアジトの洞窟からメンバーたちの所持品が発見された。簡易ガスコンロや寝袋などの生活用具と散弾銃の弾や鉄パイプ爆弾などの武器、なんとおよそ300万円もの現金もあったという。一方、妙義山を逃亡していた9人のメンバー、そこへ。臨時ニュースです。指名手配の連合赤軍永田博子と森常夫が逮捕されました。もう俺たちだけってことか。どうすりゃいいんだ。どうしよう。もう終わりだ。いや、まだ終わってない。殲滅戦が残ってる。その場にいたメンバーたちはいつ死んでもいいと思ったという。浅間山荘事件まであと2日。坂口坂東を中心とする9名の逃走ルートは、険しい冬の妙義山を山頂まで登り、尾根伝いに長野県の佐久を目指す。群馬県から長野県に県境を越えればしばらく警察は来ないと踏んでいた。彼らは空から警察のヘリに発見されるのを恐れ、夜暗闇の中道なき道を移動。
その結果ルートを誤っていた。そしてこれが浅間山荘事件発生当日の真相だ。1972年2月19日午前5時、暗がりを歩き長野県佐久だと思っていたその場所こそ、しまった軽井沢だ。次長、連合赤軍のメンバー9名は軽井沢に迷い込んだ。ちょっと偵察をしてついでに食料を買ってくる。行くぞ。頼んだぞ。男女2人ずつの4人で偵察に出た。だが彼らは一向に帰ってこない。するとラジオから、臨時ニュースです、連合赤軍のメンバーが逮捕されました。軽井沢駅に不審な異臭を放つ4人組の男女がいると売店の店員が警察に通報し逮捕に至ったということです。末谷たちが捕まった。警察の捜索が始まるぞ。すぐに移動しよう。偵察に行った4人は悪臭を放っていたため怪しまれたという。残るメンバーは5人。しばらく歩くと無人の別荘地に到着。とりあえずここに入るか。そこは浅間山荘ではなくツツジ山荘。浅間山荘事件発生まであと1時間。無人の別荘に入ったメンバーたちはまず体を拭いた。先に捕まった4人を教訓にした。顔をきれいに洗い、ひげも剃った。さらに新しい服に着替え、香水まで振りかけた。これで怪しまれるの？ああ。できました。マカロニか。台所にあったマカロニを茹でて、腹ごしらえまでしたという。その行動に計画性などなく、すべて行き当たりばったりだった。午後3時。誰かいるのか？中にいることは分かっている。警察だ。今すぐ出てきなさい。人だ。警官は3人しかいない。学者撃して裏口から逃げよう。警官隊と打ち合いながら裏口から逃げ出し、偶然行き着いたのが辻山荘から数百メートル先の浅間山荘だった。こうして追い詰められた連合赤軍の残党5人によって昭和史に残る大事件、浅間山荘事件が引き起こされることになる。警察の呼びかけを一切無視。彼らは10日の間リーダー不在の中何の要求もせず浅間山荘で何をしようとしていたのか。立てこもりから10日目、警察が動いた。
父になっております牟田康子さんが無事に救出されるまでは冬が去らないといった寒い軽井沢です。牟田康子さんの安否は依然分からず、山荘の中の状態もほとんど分からないまま、19日以来丸8日すでに210時間が経過いたしました。警察では今日10時を期して康子さんの救出のために強行突入を行います。警察ではこれを牟田康子さんの救出作業と言っております。玄関の右側に大きな穴が開きました。おそらく玄関脇のには階段があるんですが、その階段を狙っているようです。情報が入ったんですけれどもね、どうやらの、警察側はですね、階段のところを潰しちゃいましてね、上にいる3階にいる犯人と下のいる犯人というものを、遮断しちゃおうというような戦術をどうも考えているようです。玄関の真上です。これは前から警察の一つの攻め方ですけれども、屋根から入ろうかという話がだいぶ前からありまして、このやり方を検討していたようです。すでに警視庁のレンジャー部隊というのが80人ぐらい現場で待機しております。ですから場合によっては、状況によってはレンジャー部隊が上から中へ飛び込むというようなこともあり得ると思います。ちょっとカメラをアップで映していただきたいんですがね、3階のですね、破壊された屋根の換気扇の右側に銃眼が一つ出てますね。あそこから銃口が覗いているような感じがするんですけれどもね、ちょっと長く出ておりますね、外に。つゆきさん、あれはかなり高い位置ですのでね、どの辺にその彼らがいてですね、あの銃眼を狙っているのかというのはちょっとわからないんですけれども。大林さん、はい、これまでもですね、その銃眼から何か突き出ていると、カメラさんにちょっとアップに寄ってもらいまして、今水が行ってるすぐ右のところですけれども、あそこから銃口が出ているような感じがしますね。わ、はい、かりますね、出ております、はい、10センチぐらいでしょうかね、はい、長谷川さん、はい、より銃口が動いておりますのでね、あそこの後ろ側に人がいることは確かですね。あれは屋根裏になりますかね。そうですね、これまでもですね、大林さん、はい、銃口から何かの出ていると、しかしそれが銃であるか、あるいはその銃に見せかけた棒切れのようなものであるかわからないといったようなケースがあったようなんですけれども、はい、動いているとなると、これは、銃であるかどうかは別として、そこに人がいるということは確かなんでしょうかね。そういうことになりますね。そうですか、ちょうど今放水が行われております、伝統の引っ込み線ですか、はい、そのすぐ右側の小さい穴なんですがね。なるほど。しかし船越さん、こんなそのなんといったらいいか、長時間の中継も私は初めてですが、その人間が人間に狙いをつけて銃で撃っているということをそのままこの同時にテレビで中継しているということの、このこと自体 そのこの犯罪そのものが異常であることはまあもちろんですが、これがそのテレビでこんなに長時間茶の間でに送り込まれるということ、このことの異常さとか、そんなことがこう同時に進行しているとい なんか非常に異常なことの積み重なりで、なんか非常に恐ろしくなりますね。土塁の陰の機動隊員が少し緊張して身構えたようですが、場合によっては突っ込むということも
どうでしょうか。また動き出したですね。前に少し出始めてますね。ただ突っ込むにしろですね、あの場所ではちょっと突っ込みにくいですね。あの窓の左側の影に何か見えますが、どうですか。もうレンズが実際これ以上つまらないんで、これ以上大きく見ることができないんですかね。あの開けたね、はい、雨戸の、あ、何か見えるんですか。何か見えますね。あ、手ですね。白い布が振られてませんか。そういう白いものですね、うん、いや布なのか。あれは犯人でしょうね。白い布が振られてるんじゃないでしょうか。3階のベッドルームのイチョウの間です。窓が開けられました。顔が覗いています。男ですね。男のようです。カーテンを引きちぎっています。女性かしら。女性か男性か。この北側の斜面の下から映像を捉えているカメラの脇にはもう今カメラマンはおりません。1000ミリの望遠レンズをいっぱいにしてカメラマンは安全なところに退避しました。確認できません。女性か男性か。要するにあれじゃないでしょうか。ガスがこもっているんで空気を抜くために、そういう感じですね。今あの警備本部から入りました。警官隊がついに5発拳銃をですね、屋根裏に向かって発射したそうです。に女性の顔らしきものが見えた。こういう情報が入っております。安子さんではないかと思われます。なんか火が出てますよ。あ、ね、火が出たですね。これどこなのかちょっと分かりませんが、ここが玄関だからやはり階段付近ですかね。ガス弾や発煙筒から発火したのか、ね、妖魔の前にあったバリケードを撤去しましてね、今部屋に入ったらしいと、16時50分ですから今 2,3 分前に部屋に入ったらしいというのが入りました。今閃光が見えました。あ、そうですか、はい。およそ5人程度ですが、バルコニーに機動隊員が出ています、はい、ちょうどバルコニーからベッドルームの雨戸の外れたところへ向けて、あるいはガスなんか催涙弾ではないかと思いますが、はい、閃光が1つ2つ走っていますので何か撃ち込んでいるのではないかと思います。この時フジテレビの映像はイチョウの間から顔を出した犯人とバルコニーにいる警官との銃撃戦の瞬間を捉えている。8時間を超える中継中、犯人の発砲の瞬間を捉えた唯一の映像である。機動隊員がトイレの壊れたところの前を通りまして玄関側に2人今歩いてきました。3人目です。4人援護するようにガス銃が撃たれました。5人、6人、それぞれタオルで覆面をしております。また
型ガス攻撃が再開されました。屋根裏へ向けての発射です。6人の機動隊員が玄関の横から再び突入しました。中へ入った機動隊員はですね、はい、どうやらバルコニーに結集しつつあるようです。なるほど。ですから、まあ、玄関側から撃つガス弾と、はい、それからバルコニーから窓を通してベッドルームへガス弾を撃ち込むのと、はい、この両面作戦ではないかと思います。なるほど。ということはベッドルームを残して、はい、内部はすべて機動隊に制圧されたと、そう解釈して、はい、いいと思います。はい、どの何の光でしょうか。今投光器が開けられました、明るくなりました。投光器が当てられて酸素の中が明るくなりました、酸素の中がはっきりと見え始めましたけれども、グノーさん、はい、浅見さんどうぞ。屋根裏に上がった旧機体員ですがね、はい、5名だそうです。全く暗くなりました。こうしたライトがつかない限りテレビの画面で皆様にこの画像をお届けするのもかなり限界に来つつあります。今入った情報ですけれども、警視庁の大工機動隊員、妖魔に入っている突入した隊員でしょうけれども、屋根裏へですね、どうやら上がった模様であるというような情報が入っております。縦じゃないですか。縦ですね。縦ですね。牟田康子さんどうだったんでしょうかね。あそこまで入れば牟田さんの安否が分かるんじゃないでしょうか。先ほどの情報で、苦しそうに両前にうずくまっているというような情報もありましたんで、依然として心配なんですが、牟田康子さん元気でいてください。もうしばらくです、もう少しです。犯人の一人が逮捕されました。牟田康子さんもうしばらくの我慢ですから元気でいてほしいと思います。今入りました。康子さんをどうやら確保したらしい、無事であるらしいという情報が入っております。今確認を急いでおります。平田さん、人質の牟田康子さんは無事であるそうです。康子さんは無事だったようです。平田さん、はい、その康子さんをですね、乗せるための大型バスぐらいの救急車が、今少しずつ前進しています。はい、今康子さんを乗せるためのバスが、大型救急バスが少しずつ前進をしているそうです。康子さんは無事でした。元気だそうです。割合に元気だそうです。犯人に先立って担架で運ばれてきたのは、犯人逮捕の際胃腸の間で至近距離から顔面を狙撃され負傷した機動隊員である。続いて犯人はまず4人が連行された。連行される犯人です。現在両脇を抱えられまして犯人が次々と出てきています。ご覧のように両脇を機動隊に抱えられまして犯人が出てきました。これが犯人の一人です。逮捕されました3人目の犯人です。出てきました。これが4人目です。逮捕されました4人の犯人が次々と機動隊に両脇を押さえられまして警備車の方にと連れられていく模様です。10日間にわたる攻防で死者3名、重軽傷者27名、いずれも死ぬ格好で攻撃してきた連合赤軍の銃によるものだった。そして戦慄の集団リンチ殺人が明るみに。
かしろ。浅間山荘事件から8日後、山岳ベースで起きた虐殺が明らかになった。冷たい山中に総括という集団にして殺された若者たち12人の遺体が発見された。それは浅間山荘事件以上に世間に衝撃を与えたという。さらに山岳ベースを脱走して殺された2人も印旛沼のほとりで見つかった。そして連合赤軍主要メンバーの K は浅間山荘に立てこもった坂口博、16件の殺人などの罪で死刑。田中浩二は11件の殺人の罪など無期懲役。最高幹部の永田博子は13件の殺人などで死刑を言い渡された。死刑が執行される前に2011年65歳で病死。もう一人の最高幹部森常夫は公判が始まる前、浅間山荘事件の翌年、拘置所で自殺。自ら自分の身に総括したのか、あるいは責任から逃げたのか、真相は謎に包まれている。おかしろ。